白い牛、カツバーガー、白いバーガーベーグルは、北海道白い郡白井町で販売されている、ご当地、ファーストフードである。白井町内で生産、水揚げされた食材を、土産小麦で作られた、バンズあるいはベーグルに挟んだ料理。2007年7月20日販売が開始され、2010年4月、現在、白井町内の13店舗で33種類の、 バーガーベーグルが販売されている。販売店それぞれの独自のレシピで販売されている。主要食材は白老産都市。バンズやベーグルは白老町内の知的障害施設が生産したものを使用した食材なども白老町内で仕入れているため、白老町内での食材調達となっている。パンフレットやホームページの制作、バーガー誌、のぼりなどの購入は、 白いバーガーベーグル研究会事務局が行っている。定義される項目は以下の通り。1、白さ産の食材を主要食材としてバーガーあるいはベーグルに挟んで提供する。2、野菜、小麦粉などの周辺食材は北海道産とする。3、参加商品は研究会に登録するものとする。4、販売価格は原則として1個1000円以内とする。 5. 調理方法は各会員事業者の自由とする。6. 販売者は原則として白追町内の事業者とする。ただし、会員協議の上、特に認められた事業者に関してはこの限りではない。7. 共通のロゴマークを作成し、各種販売物、包装物などに使用する。販売店は次の通りない数字は取り扱い品目数。ありがとうございます。